ルーシッド。今回はこのルーシッドという作品を実況していきたいと思います。 3D のウォーキングシミュレーターですね。どうやら現実逃避が、テーマになった作品みたいです。このドアの向こうと、あとこっちのこれこれ冷蔵庫かな、この向こうには行けそうなんですけど、どうしよう。とりあえずドアの方から調べてみますか。はい。あ、壁になってる。密室かな。じゃあちょっとこの冷蔵庫らしきものを調べてみましょうか。うお、虹色の世界不思議な世界が広がってる。お、なんかリズミカルな電子音楽が流れてますね。この画面はそのスクショであったんですよ、ダウンロードページで。なのでここは知ってるんですけど、ここから先どうなるんだろう。あれ、さらに奥に行けそう。お、戻ってきた。戻ってきたというか、ちょっと変わってるのかな、元の世界と。これ調べれるな。これ何？あ、レバーを動かせた。レバーを動かしたらこの向こうに行けるとか。行けねえ行けなかった。相変わらず行き止まりだった。これ E を押してもドアがし、あ、ここ開くんだ。開けたドアが閉まるだけかと思った。行けるようになってますね。これは何？これなんだ？調べれそうにもない。こっちは？あ、これ調べれる。はい。はい。ちょ、合わね。照準が合わん。はい。色が変わった。これでこの向こうが変わるとか。ん？戻ってるな。これ振り返ると、あ！こっち塞がってる。え、じゃあもう、なすすべなしですけど。え、パズルゲーム的な要素もあるのかな。はい。あ、さらに色が変わった。これ振り返ると、お、外に繋がっとる。お庭のような場所に繋がりました。あれ、来た道戻れなくなってる。なんか不思議な感覚だな。まるで夢を見ているかのような。じゃあとりあえずここにしか行けそうにないんで、こっち行ってみましょうか。また謎の球体がありますね。これ調べれるのかな。また、はい、色が変わった。そうすると塞がってる。で、この先はん、ああ、この先も行き止まりですね。もう一回調べたら先に行けるようになってんのかな。はい。ん、これ以上調べれねえ。あ、調べれた。これで、あ、進めるようになってないか、なってないか。ん、来た道が変わってるとか。いや、何も変わってない。なんだ、もう一回調べてみますか。調べなかったら進めれたのかな。はい、色が戻って、いや、何もできないな。何もできない。これで終着点。こっちも戻れないしな。うん、積んだぞ何もできなくなりましたよ。一応調べて、微妙に色変わってんのか。これで、あ、これで進める。さて、うーん、増えたなこれ色の組み合わせとかで進める進めないが変わるっていう感じか。うん、こっちは行き止まりで、ちょっとドア入り口が見えるように調べてみたいな。無理か、無理か、視点的に無理なのか。これをいじってみる。変わらないな、変わらない。じゃあこっちの青もいじってみようか。ちょっと重たいな。はい、来た道も変わらず、こっちも進めず。ん？これの色変わった？同時に。はい、両方黄色。あ、進めるようになった。色を合わせればよかったのか。さらに奥がありますね。これも同じように色を揃えればいいのかな。ちょっとカクカクして申し訳ないですが、これ赤にして、こっちも赤にできたら、はい、ん、これ色一緒じゃないかな。
これで進める？いや、進めねえ。別の色にしなきゃダメか。はい、これで緑にして、こっちも緑にできるかな。青になったな。はい、赤。これ青と赤しかない。あ、緑揃った。これでどうか。進めないその絶妙な微妙な謎解き要素があるな。謎解きっていうほどの謎解きでもないですけど。じゃあ赤で合わせてみますか。今回黄色がなかったように感じるんですけど、はい、赤で合わせてみました。いけない。違うのかな、根本的にその考え方が違う。それともこっち赤じゃない？色がよくわかんねえはい、はい、青、青赤。あ、進める。法則性がわからんな。一個に戻りました。これ今は進めるじゃん。いじらなくても進める。あ、トラップにかけられた。あ、足音が、あ、戻ってきた。あ、これがループするっていう感じなのかな。無限にこっちはいけないし、そういうことか。ちょっともう一回だけこっち進んで愉快な BGM がもうちょっとだけこっち行ってみて、うん、同じ感じであれば終わりますか。はい、開いて、でこれレバーいじんなかったらどうなる。はい、レバーいじんなかったらこのままか。じゃあこれが無限に繰り返されるっていう感じなのかな。これレバー動かして来た道戻ってみるか。いや、何も変わってなさそうだな何も変わってないな。じゃあまあこれが繰り返されるっていう感じなのかな。はい、というわけで今回はこの現実逃避っていうのがテーマになっているらしい作品、ルーシッドという作品を実況しました。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。